南極大陸西部におけるセンチネル山脈の1センチネル山脈の地図深山は南極大陸のセンチネル山脈にある山である。標高は4661メートルで、ビンソン・マシフ、タイリー山に次いで南極大陸で3番目に高い山である。タイリー山の南東6キロメートルの位置にあり、北にラモリの氷河、北東にクロスウェル氷河の上部、南東にグージコル、 南西にブランズコーム氷河がある。この山は1958年1月の国際地球観測年の偵察飛行で発見され、南極地名諮問委員会がコンラッド S 新米海軍少佐にちなんで命名した。新少佐は1956年10月31日に R4D 輸送機により史上初の南極点への飛行機の着陸を行ったパイロットだった。 この山の標高は4800メートルを超えると考えられていたが2001年にオメガ財団のダミアン・ギルデアとロドリゴ・フィーカがトリンブル 5700GPS 受信機とオーストラリア政府のオースポーズシステムを使用して再測定したこの記事にはアメリカ合衆国政府の著作物であるアメリカ地質調査所が作成した次の文書本文を含むシンさんありがとうございます